はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。私このね YouTube をやってるんでですね、ネタの強力な柱の一つが愉快なお隣さんでございまして、毎日ですね、お隣さん関係のサイトを4つ5つは見て回ってるんですけども、実は昨日、今日26日なんですけど、昨日25日がですね、我々が朝鮮戦争と呼んでるですね、あの戦争の開始日だったんですね。開戦日、1950年の6月25日に始まったんですね。で、それから3年間戦争が続いてですね、犠牲者、朝鮮半島における犠牲者の数はですね、まあ、非常に少なめに見積もって200万人なんですね。これ多めに見積もると400万人ちゃうかっていう話があるんですよ。当時の朝鮮半島の人口というのはですね、3000万は行ってなかったんちゃうかなと、2500万ぐらいだというふうに推定されますけど、そこで400万人亡くなっているともう相当でしょう。日本がですね、第二次世界大戦とですね、日中戦争合わせた犠牲者がですね、少なめに見て200万人、多めに見て400万人です。いや、よう似てるんですけどね。でも日本の場合、分母がですね、8000万なんですよね。8000万のうちのですね、多めに見て400万ですから 5% ですね。で、お隣さんの場合はですね、分母が2500かだと考えるとですね、400というのはすごい数です。もう1割以上ですね、15% とか。大変なお隣さんの人々、お隣さんの北の人々にとってはですね、大変な戦争だったんですけども、あまりですね、この6月25日、もう一回625戦争と言うたりするんですけど、そのことについてのですね、詳しいこの日を記念してということで、なんて言いますか、行事があったりもしないんですね。不思議ですね。非常に不思議なんですけど、8月15日というのはですね、幸福記念日、光に復するっていう、戻るの、あ、こうですね、復讐、予習復讐の復讐ですね、幸福、光を復する記念日といいまして、この日に彼ら独立が戻った日というふうに言うんですけど、ここは盛大な祝いをするんです。独立が戻った日を大事にするのか、数百万人が犠牲になった戦争が始まった日を大事にするのか、あるいは終わった日ともありますね、確か9月やったかな、終わった日ともあるんですけど、で、いろんなメディアを読んでますでしょ、向こうの、朝鮮戦争に関する、ね、記事ってほとんどないんですよ。不思議ですね、歴史は近いんですよ。5年以上近いわけですよ。で、犠牲者も多いんだけど、あんまり語られないんですね。なのに、1945年以前の話はヤマト出てくるんですよ。いっぱい出てきます。どんだけひどい目に遭ったとか言うんですよ。で、第二次世界大戦で20万人の方、朝鮮半島出身者20万人の方が亡くなったというふうに言われています。これはですね、兵隊さんになって亡くなった方もいれば、軍属として亡くなった方もいて、戦地に赴いてですね、何らかの形で亡くなったという方がいらっしゃって、20万人も結構多いなと思いますけどね、そんなにいるんかなという感じはしますけどね、私なんか。特攻隊員の中にも何人かいらっしゃったそうですね。皆さん全員靖国神社に祀られています。ただですね、なぜこのですね、朝鮮戦争関連の記事が少ないか私はよくわかりません。昨日、朝鮮オンラインにこういう記事が出ています。韓国野党、ユン政権の外交安保政策に注文。朝鮮戦争開戦73年迎えと。ソウル連合ニュース、連合ニュースと通信社のニュースですね。韓国の革新系最大野党、共に民主党は朝鮮戦争の開戦から73年となる25日、参戦兵士らの犠牲と献身に敬意を表した上で、朝鮮半島の平和に向けて努力するよう、ユン・ソンニョル政権に求めた、当たり前やな。同党のパク・ソンジュン報道官は同日の会見で、北朝鮮に対し、軍事挑発をやめて対話に乗り出すよう求めるとともに、ユン政権、
の外交政策に注文をつけたおにゃおにゃおにゃと、まあ、それだけなんですよね。まあ、あとはあんまり意味のない文章なんでもう読みませんけども貼っときますね。つまり、なんていうかこう通り一遍のですね声明で済ましてるわけですね。思うんですけどね、自分の親やそのまた親の兄弟やそのまた親とかが必ず誰か一人が犠牲になってると一人ですみませんね、犠牲になってるはずなんですね。今のお隣の方も北の方もあんまり言わないんですよね、それをね。なんででしょうね、こう彼らはよく日本人に対してですね歴史を見つめ直せ、歴史を正しく知れとか言うんですけど、お隣さんほどですね自分の国の歴史をですね歪めて学んでる民族はいないんちゃうかなと思うんですよね。歴史という教科書があるらしいんですけど3分の2ぐらいは近現代史らしいですよね。日本の歴史ってねどうですよね、今も昔も変わらないと思うんですけども、古代からですね、ずっとやっぱり時系列に来ますよね。で近現代史になるけど最後のほんの少しですね、で大体歴史の時間がこう古代から始まってですね近現代になるとですね、時間がなくなってあとは読んどいて済まされたような気がしますけどね、僕らの時は。特に明治以降なんてあんまりあれ勉強しませんでしたね。あんまり日教祖の先生があんまり教えたくなかったのかも分かりませんけどね。でもちゃんとね受験の範囲には出てくるんですよね、ちゃんとそこ。まあいいんですけど、僕の子供の頃はね日本の歴史っていう歴史関係の本はですねほとんど左翼系の人が書いた本ばっかりやったんですね。私は成果がですね京都大学の近くの古本屋でしたから京大の教科書をいっぱい預かってたんですね。みんな学校卒業するとき4年間に買った教科書とか本とか全部売っていかはるんですよ、うちみたいな店に来て。でそれを並べてるわけですね。で私昔から歴史好きなんで歴史の棚片っ端から読んでたんですけど、ほとんどが左翼系の人が書いた本でしたけど、今は左翼系の人が書いた本なんてまあないことはないにしろ少なくなってですね、ほとんど現実的な本が多くなりましたね。まあ、今はあんまり専門書は読みませんけどね、私の場合、新書関係しか読みませんけど、だいぶ現実的な方が多くなってるような気がしますけど、まあ、それでもね日本の歴史っていうのは日本で歴史に関する書物というのは事実最優先ですね。はっきり言ってその事実をどっち解釈するかっていうのは、まあ、別にそれは左右分かれるところではありましょうけども、向こうの歴史じゃこうあるべきというのが最優先なわけですね。そこにその事実がこうそういうもののように載っててですね、都合の悪い事実はですね載せないというですね、なんともですね。だから向こうの人はですねもう 99.99% 正しい歴史を知らないんです。で正しい歴史を知ろうと思ったらですね図書館にこもって調べたらあかんらしいですね。で知ってしまうとみんな驚愕するんですよね。結局ねそれってねなんて言いますかね、自分たちにとってもよろしくないと思いますよ。正しい歴史を知れっていうふうに彼らは偉そうに言いますけど、自分らこそ正しい歴史を知ったらどうなんでしょうね。お隣さんの半島の歴史っていうのは日本語で十分読みます。私も何十冊か読みましたけど、まあ申し訳ないですけどもあれですね面白くないですね。もうひたすらですね周りの国にどつき回されてるという歴史でして、格好のええところはほとんどないんですよ。戦って華々しく勝ったとかっていうのはもう瞬間しかないんですね。例えば豊臣秀吉の朝鮮出兵と我々呼んでますけども、で、花々しく勝ったというのはイ・スンシンが最初の頃にちょろちょろっと水軍の戦いで勝ったというぐらいで、秀吉の軍隊はですね朝鮮半島に行ってですね、何十回も戦ってるんですけど陸上の戦闘で負けたってのはもう 2,3 回なんですよね。あとはもう戦略的に撤退してるだけなんですあれ。でガチの戦いになるとほとんど勝ってるんですね。でほんの若干イ・スンシンの部隊がですねちょっと局地戦において勝ったというぐらいなもんです。まあね一時が万事でしてですねその長いですね1500年をたどれるお隣さんの歴史の中でですね、外国の軍勢に勝ったというのもほとんどないですね。やっぱりだからね
なんていうか、それをそのまま教えるとですね、やっぱりちょっとよろしくないと思ってるんでしょうかね、よくわかりませんけど。だからね、変な話、今のその大統領からね、端々の人々までね、全部その 99.99% の内側なんですよ。ほんの少しの歴史学者がですね、本当のことを知ってるのね。ほんのすごいいびつ。私はそう思います。一応このですね、著作オンラインの今、半分読んだページを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。